はい。こんにちは。柴崎です。えー、お元気でしたかそう、よかったね。えー、柴崎もね、おかげさまでね、ご覧のように、元気に絵を描いてます。はい。えー、今回のテーマはね、こちらです。はい。ね。 アドビーフレスコでデジタルお絵かきに挑戦。その第3回目です。初めてね、この動画をご覧くださるあなたには、どんなことだったかね、ちょっとご説明しますね。今年でね、75歳になる柴崎がね、全くの未経験の状態からね、デジタルアートに挑戦します。という企画で、 お届けしています。ちなみにね、第1回目の動画は鉛筆画でこちらになります。そして第2回目はね、色鮮やかなね、リンゴとバナナを描いてみました。そして今回はね、第3回目ですから、このアドビーフレスコは得意なね、水彩画の滲みやぼかしをね、徹底的に活かしてチャレンジしていってみようと思います。はい。 さあ、どんな絵が出来上がるかね。最後までごゆっくりご覧くださいね。はい。ではまた後ほどお会いしましょう。はい。では早速ね、やってみましょう。えー、っと、まずこのペンだったな。そして、ああ、ありました。ね。ほら、アドビーフレスコですね。はい。ポンと押して、はい。いつもの A4 画面で描きます。 今日はとにかく水彩を楽しみますよ。えっ、ー、と、このあたりね、山描こうかな。えっ、ー、と、まず、墨で描くね、形を。うんと、どうしようかな。このくらいえっ、ー、と、もうちょっと細い方がいいかな。で、えっ、ー、と、思い出さなきゃ、こうだね。はい。 もうちょっと水分溝を減らして書きます。あら。うんつかないな。ちょっと待って。えー、っと、これがいけなかったあ、このくらいね。濃くね。うんあ、つきました。よかったよかった。山、山。山ですね。ここに山一つ書こう。はい。ここ草原。 ね、今日こんな簡単な絵ですよ。さてじゃあやってみる。えっ、ー、とまず空描こう。えっ、ー、と待ってください、うん。このくらい明度を上げて鮮やかなブルーでね。いいかな。このくらい明るい方がいいかな。で待ってくださいよ。えっ、ー、と空を塗るんだから、うん、このくらいたっぷりだね。 良さそうかなちょっと心配だな筆を太くしよういいかなあ,あ今度良さそうねよし行ってみますここねまず透明水星だから紙の白を残して雲を描きながら空の青を塗ると滲みますねいやいやいやすごいねこのフレスコはね おなんかもう最速感動したなさてもうちょっと明るくしてねこのくらいいいかな今度はねこう遠くの空やね遠くの空とか雲の下側を塗るねこんなところちょっとタッチ早くしてねうんもうちょっとなんか色出そうピンクっぽい色いいかな うんと、ピンクはいね。で、ここいいか。足してみるね。あ,あ、こんな感じですね。うん。空にも少し足そうね。色が深くなるしね。それで、この水だ。この水でお菓子をかけると。ウェットウェット。これが素晴らしいんだよね。ねえ。 とにかくね、水彩の命とはウェットウつだからね。ほら、にじんできたぞ。うん。にじみのない水彩なんてね、えー、甘くないキャンディー食べれるようなもんだね。じゃあ、今度はこの回色かな。山やりますよ。はい。シャッ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 とね。うん。もうちょっと今度は暗い色にしよう。こんなんいいかな。 これね。山ちょっとね、こう、頂上部ね、目玉、ま、こう、目立たしたいね。あ,あこうだ。ちょっと乾かしてから、もう一回。もっと暗い色でね。こう、滲みすぎたら乾かして書き起こすと、言うしたんだね。でもね、こう、滲むのを怖がっちゃいけないんだね。水彩は滲まなきゃ。 はいその点このアプリすごいねどんどんにじみますねさあ色重ねていきますよ多分これ見てる人思ってるかな柴崎またレイヤー一枚で書いてるってね柴崎はねこの方が書きやすいっていうかね理解しやすいんだよねうんとにかくね もう滲みが肝心だからね。もう境界線なんかね。遠くと近くの境界線とかね。いらない。だから、ね。レイヤー一枚で OK。ってわけだね。さあ、行ってみよう、どんどん。わあ、いいね。うーん。アトビさんやりますね。ほら、水だけで。広がるよ。広がる、広がる。すごーい。はははは。 とにかく、ね、このアプリのすごいところねデジタルのねこのアプリのすごいところうんこれはね乾かないってことなんだよねちょっと興奮してこうい大きくなっちゃったかな乾かないというところなんですよね水彩ねあのー、アナログで書いてるとね乾いちゃうんだよねで柴崎いつもね 水彩ね、乾かないうちに描きましょうって、まあ、連呼してるんですけど、その点、このね、えー、アトビフレスコ。というか、まあ、この水彩のアプリ、すごいね、乾かないんだから。だから、色作るのもね、安心して、ゆっくり作れますね。それがね、特に優れてます。さあ、滲んできましたよ。空気感満載です。 ねえ。ねって言っちゃった。ねってのは口癖ですかって言われちゃったんだけど、嬉しくなってねって言っちゃうんだよね。ごめんなさいね。さあ、今度はサイドの落としたグリーンで草原描きます。ねって言いそうになっちゃった。ほら、この回らいでね。この辺もね、遠くほどグレーっぽい色ですね。はい。 じゃこんな鮮やかなグリーンで明度を上げたままサイ度を上げてあ、うん、もっと筆太いよいいな筆を解くでしこのくらいこのくらいおおいいですねさあスーッと塗りますさあ画面が乾かないんだからね安心ですねどんどんにじませていきましょう ウェット、ウェットが楽しめますね。このアトビーフレスコ。いいですね。ほら、綺麗に滲んできました。グラデーションが綺麗にできるからね、水彩画の良さがバーッと出てきますね。はい。うん。本当に楽しめる。で一回乾かしてと。えー、っと、ちょっとお花かなんか描こうかな。 赤色でね、ちょんちょんちょんとちょっとね。うん。こうグリーンに赤ってのはいいですね。反対色ですからね。絵が華やかになります。いやまたいつもの消しゴムでやりますね。消しゴムで消して、手前の草花描くね、もう一回。はい。じゃあ改めて。ね。ピンクの花いいかな きますはいでこういう時ね風景画描く時もね大事なのはお花を描くとね何の花なの,かってなのかって説明したくなるんでしょうそれやら,やらないんだよねうん絵のテーマが花を描くってことじゃないんだからねだから逆にこの回にじんだ方がいいんですよ 水さあちょっと乾かしてまた色を重ねましょうね面白いなどんどん描けちゃうねっ <laughs> ねって言っちゃったちょっと少し暗いグリーンで一回乾かしてから葉っぱ描く。 こんな感じかなよいしょっと。はい。うん。ね。こう、広いところを描いたら、こう、細かいところを描く楽しみがありますね。こうすると、ほら、手前に物が出てきたでしょこれで、こう、空気感というか、奥行きが強まります。では、そんな考えで、一回乾かして、もう一回ね。 書いていきましょう。ちゃっちゃっちょって感じだね。もうリズムで書きます。ではその続きとして、今度はね、このくらいのね、暗いグリーンを用意しますよ。ここです。うん。手前に立つね、もみ,もみの木かなんかのね、針葉樹、書きましょう。まだ若い木ですよ。 ほら、画面に変化と奥行きが見えてきたでしょはい。では、もっと暗い色で日陰を描きます。面白いなねえ。はいはい。いいですね。うん、面白い、本当に。ちょっとこう、違い色なんかも足したわけね。グリーンばかりだと。 単調だからねさてと今度は思いっきり明るい色でいってみようかなこれもねちょっとこうね明るくソフトにしてさてとどうかな手前の花もうちょっと書き起こしたいですね 消しゴムで消してもう一回,う回描きますねもうこれで絵の全体が見えましたからあとはねその中でこう調和,調和とかね対比ねそこをつけて画面になんかこうリズムつけていくんですねさあ花が咲いてきましたよさっきのも華やかになったねうん こうだねよしよし本当にねこの水彩のアプリいいですねうんさっきから感心してるけどとにかく乾かないんだからねもういつ描いても水彩の味が出せるんだよね本当にすごいまあ少し横を言うならあれだね こう書いてるときにね、こう筆のね、こう抑揚っていうかね、一本の筆はこう、力入れ具合でね、細くなったり太くなったりリズムがつけられるんですけど、それがちょっとないかな。ね、それがちょっと惜しいですね。まあ、あえて言えばなんですけどね。はい。まあそう言いながら、ね、ちょっと文句言いながら遠くの森書きましたよ。 どうだろう絵にこう変化が出たでしょちょっと絵が閉まったかなぐっと引き締まったねえ、この、やっぱり明るいくらい、明るいくらいっていうね、絵作りは大事ですね。はい。じゃあもう一度鮮やかな花を咲かせましょう。タンタンタンですね。うん。これ拡大機能があるからいいんだよね。 助かるもう75歳柴崎には大助かりですはいさあもう最後の一押しだなここら辺だこの木ねもうちょっと改良したいうんどうすると思うこうやってやるんだよほら消しちゃうねそしてそこに 明るいね、イエローを加えたい。なぜか。もっと木にね、日向を加えて立体感をつけたいからです。はい。どうだろう。見えてきたさあ、いいかなよいしょ、と。はい。これでいいかなよいしょ。はい。出来上がりです。はい。 えー、完成した作品がね、こちらですよ。はい。ね。どうでしたか見てて面白かったまあ、柴崎がね、えー、このアドビーフレスコね、使ってみて、思ったことは、もう本当に透明水彩絵の具のね、その紙に書いた効果、それがもう、もうなんていうか、 瞬時にね、再現されるんですね。びっくりしました。特にその中で、まあ、柴崎も長くね、あの、アナログで水彩画描いてますけども、このデジタルがね、そのアナログよりももっと優れた点として思ったのは、紙がね、乾かないということなんですね。うん。まあ、柴崎は常々でね、水彩画は、 乾かないうちに描きましょうねって皆さんにお話しているんですけども、やっぱりそれが命なんですね。でもこの、乾かないうちに絵を描くっていうのはね、なかなか難しいんですよ。ねえ。ね実際に絵をアナログで描いてますとね、特に冬の日なんかみたいにこう、湿度の低い時期はね、一度髪を水で濡らしてもどんどん乾いちゃうからね、 色を作るのに本当に慌てちゃうんですね。でもこのアプリはそれがない。もういつまでも濡れているからね。いつでも絵の具を置くとわーっと滲んでくれるんですね。それがね、本当に素晴らしいと思いました。さあ、どうだったかなあなたもね、デジタルで水彩画描きたくなったでしょうん。そこで気になるのが、この ねえ、アドビフレスコ。えー、いくらするのかね、俺なんですね。うん。それがですね、なんとね、なんと、0円なんですよ。<laughs> これをね、言うと、前回ね、なんかこう、えー、テレビショックピグの CM みたいだって言われたけど、でも本当に、ただなんだから。 もう、アドビーさんね、本当に頑張ったなと思います。だから絶対使った方がいいですよ。本当に繰り返し言うけどね。この動画の紹介欄にね、アプリダウンロードのね、URL を貼っておきますのでね、今すぐダウンロードして、あなたもデジタル水際ね、お絵描き、楽しんでみてくださいえ。ということで、今回もね、最後まで、もうね、これさね。 長い時間見てくれてね、本当にありがとう。また次回もね、柴崎がこのアドビフレスコを使って、えー、あなたと一緒に体験してみようと思ってます。はい。それまで、お元気でね、お過ごしくださいね。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしましょうね。はい。ありがとう。